こんにちは、擬人化したセラセニアントちゃんです。今回はマスターデュエルに新規収録されるジェネレイドを紹介します。ジェネレイドは今まで致命的だったステージがないと動けないエースモンスターがちょっと弱いという弱点がありましたが、今回の新規によりその両方の弱点を克服しています。それではまずガードの効果を紹介します。バラは手札からジェネレイドを切れば特殊召喚でき、さらにジェネレイドを特殊召喚、効果を無効にしないのでマルデルを特殊召喚してサーチやハールを出して無効を構えるなど万能に動けます。展開ルートは口述するのでぜひ最後までゆっくりしていってね。そして新規エースモンスターレイバーテインは最強の除去能力、攻守変動効果もあり戦闘に強いのもいいですが、本命はフリチェ除去効果。好きな時にリリースしてエクストラデッキからオルムガンドを特殊召喚、さらに持っていた ORU の数までバカ墓地のカードをオルムガンドの ORU にする、代償も取らず墓地にも送らないティアラミスと同じぐらい新除去効果です。それでは早速簡単展開でごぼう買いをご紹介します。確定札はロピトルと帯同です。まずはハールを特殊召喚しつつ帯同を発動、ファラとマルデルを出して蘇生とサーチをします。ロピトルを蘇生することで次のターンの妨害も用意、そして最重要カードステージの確保、最後にレイバーテインを出してターンエンド、相手がドローしたらウートガルザを特殊召喚。メインフェーズに何か動かれたらロピトルでニードヘッグを特殊召喚。これで先行展開は終了なので最後にどんな盤面なのか説明します。まずレイバーテインでバカ墓地のカードを2枚まで選んで除去、その後オルムガンドで相手のカード1枚半です。ニードヒックで相手のシンクロかエクシーズかリンク召喚を無効にして破壊、ウートガルザでフリチェ除外とハールで何でも無効が1回ずつ、オルムガンドのハンデスは不確定ではありますが2枚シャドウで4妨害1ハンデスできるのは強いです。それでは最後にデッキレシピです。サイフレームオメガを入れ忘れたのでどこかに適当に入れておいてください。ジェネレイドは型が何種類かあるので今後動画で紹介していこうと思うのでぜひ見てください。ということでご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。